様の健康と安心のためにご協力をお願いします。はい、そして28年目の大ベテラン東京ヤクルトスワローズマスコット、ツツ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 バクロー、つばくろー登場です。静止芸会よろしくお願いします。さあ、楽しみにしていますつばくろーの一言言ってもいいですか。ちょっと島選手が気になるんですか。あり。さあ、スーパーカルビジョン2バック、皆さん、面白かったり良かったりな、良かったら一緒は手拍子お願いしますね。今日からベイスターズ3連戦です。はい、ベイスターズの皆さん、ファンの皆さん、今年も1年よろしくお願いします。入学だな。昨日のご挨拶です。今日4月13日は喫茶店の日だそうです。おおおお、喫茶店の日ね。はい、それで喫茶店はこんな喫茶店は嫌だ、いきますか。今シーズン初の〇〇は嫌だ。はい、メニューが28ページもある。すごい長いな。嫌だね、多すぎて選べませんね。はい、お客様のクリームに車があったら裏でバットも停止。うわ、嫌ですね。武装派だな。で、さらに翌日目を中田翔か。なんか最近聞いたことあるような話ですね。オーダーミスするとお客様に指摘されても記憶にございませんという。デジカネタですか。うまいね、スマスロ。新聞が読売新聞とスポーツ報知しかない。いやー、トースポイといてほしいな。よかったら拍手お願いしますね。はい、近所の伝えるバイトリーダー、アルバイトすぐにヘッドハンティングしちゃう。あれ、なんか、あれ、なんか近づいてきましたね。限定メニューがまだ残っているかって聞いても、うん、どうでしょうねと教えてくれない。うん、どうでしょう。どんな時も、店内は一定のものしか見ない。いやー、ディスりすぎだろそれ。はい、もう皆さんお分かりですね。ありがとうございました。以上、つば九郎の仕事でした。お待たせしました。両チームスターティングラインナップです。ひでえな、こいつ。